元バンクーバー五輪代表のプロスノーボーダー、小久保和弘、33、が12日までに自身のインスタグラムを更新し、最新の全身ショットを公開した、写真。腕にはタトゥーが、小久保和弘、33歳現在の姿、全3枚。小久保は自身の関わるアパレルブランドのモデルとして撮影し、た写真を掲載、黒いシャツとカーキのパンツを着用し、ベージュの靴を履いている。腕に入ったタトゥーもちらり、フォロワーからは、羨ましいなぁ、やば、お散歩できるの羨ましいです、などの声が寄せられた。小久保は9年11月に千恵夫人と結婚し、一男二女の父に。インスタでは地元、北海道で子供たちと過ごすショットも多数投稿している。We'll be right back.